皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザード7続きをやっていきましょう。ミアがビデオテープを見終わって、全ての記憶を取り戻したところですね。ミアは実は特殊工作員だったということで、またねちょっとハンドガンだけになっちゃったんですけれども、先へ進んでいきたいと思います。これはこの先ですね。うわー、でも明るいね。明るいっていうのが一つ重要だからな。エレベーターって書いてある。エレベーター、いや絶対動いてないでしょこれ。開けられる？開けられるは開けられる。一応なんかさ、バチバチは言ってるけどさ、電気はあるんだね。一応こっち先見てみようか。これ何？中身が抜き取られている。これ上は？イーネロシン、イーを殺するである。処分の指示まで厳重保管す。必ず何とかさせ使用する。何とかは何とかの再組織を何とかに入れるだけでよい。はあ、なんかの指示文書だね。うわー、いけるんかい。こっち何？お、電気つけた。あ、ここあれじゃん、メッセージ送ったところだよ。パソコン残ってるね。あ、これキーピックか何かか。あ、マシンガンの弾。マシンガンを持ってないからね、肝心の。こういうところは薬液をゲット。閉めとこう。あれ閉めらんねえんだっけこれ。こっちの棚はガンパウダー。拳銃の弾とか作り出す？マシンガンの弾って多分作れないと思うんだよね。だったら拳銃の弾を作っちゃう？いろいろ怒ってんね。あ、これがノートパソコンか。壊れているようだ。あ、これ本ノートパソコンだと思った。こうやって見た時にさ、あ、ノートパソコンあるじゃんみたいな。全然違った、こっちだった。あとここら辺のロッカー的なのはなし。こっちなんか危険なんだよね。でもいけないということはやはりエレベーターの方か。てかエレベーターでも動かないっしょ。めっちゃバチバチいってるもん。あれ、はしごがある。こっから行けと、上に。いや、なんでこんなところにはしごがあんの。一応非常用なのかな。で、長くね、上見ながら行こう。なんか怖え。一応ね、視点はね、動かせるんですよね。で、上に出てきたけど、これバルブハンドルみたいなのは関係ないか。ここはどこ？ 4 階。一応この船って4階までだったよね。この配電盤的なのは、特になし。特に地図は何にもないね。え？な、どうなってんのこれ。暗くね？え、待って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 、暗いでしょ。え、こっち来て、あ、こっち、え、違う違う違う、進んでないよね。え、進んでないよね。てか、どこに行くのこれ。暗すぎて分かんないんだけど。で、やっぱりさ、これだって行き止まり？これ右に行けんの？あ、ここか。ここに落ちるってことで、うわー。で、出たよ。どこに出たのこれ。あ、一応4階は4階か。あ、ここなんかあれだね。操縦室っぽいね。で、こっちは？え？いける？いける。で、こっちに出てくるか。ちょっと、最初の広場を、別に広場じゃないけど、そう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 、いろいろ探索したい。ガンパウダーゲット。特に何もない。ガンパウダーと薬液1個使っちゃうか。薬液と、ガンパウダー合成させよう。ちょっと拳銃は弾を補充しておきたい。こ
ここら辺には特にないかな。こういうのは何でもない。うん、人がいる。こいつはここでやられたのか。そのまま硬直してるな。基本的に人が襲ってくるってことはないからね。え、何？開いたけどさ、何も入ってない。で、結局こっちにも行けますよ的な。こうやって、うん？これさ、なんかカシャンっていう音がね、すげえ嫌なんだよね。で、さっきはこっから出てきたのか？あ、違う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 、これはこっちに行けるんだ。で、こっちから出てきたのか。どうしようかな。扉？あ、セーブポイント？え？あ、それ下だよね、多分。これ何？開けられるけどさ、これだと落ちるだけでしょ、どう考えても。で、ここを登ってきたのか。なるほどなるほど。ちょっと先にじゃあここの部屋を覗いてみよう。船長室、船長室めっちゃ荒らされてるよ。一応閉めよう。まずは開けられるものを開けていこう。開けられない。鍵か。あれ、これなんか絶対さ、これ銃だよね。すげえ、マシンガン、マシンガンかこれ。なんでこんなとこにしまられてんだよ。開けといてくれよ。だから絶対さ、この状態だったらなんとかして取り出したいよね。鍵とかっていうあれじゃなくてさ、破壊して。今この非常時なんだからさ、目の前にだってサブマシンガンがあるんだよ。絶対なんとかしてさ、取り出そうとするでしょう。鍵がない、諦めようじゃなくて。こいつ諦めんの早いからね、すぐ諦めるから。これ何？クロスレンチって何？こんなん使うとこあったっけ？いや、あ、見取り図、見取り図。やったやったやった。見取り図ね、何気にすげえ役立つんだよ。ま、とりあえずこれをゲットしたから、いいかな？あとは、なんかどっかあったっけ？こっち行ってみようか。4階。いや、なんか怖えな、ここは。あ、特に別にか。マシンガンを入手する。船長室のロッカーの鍵を探すと。イーサンを探す。金属溶解器で扉を開ける。もうどこの扉だか分かんなくなっちゃったけどね。あれ、これは、お、やった、リモコン爆弾だ。リモコン爆弾、マジ超強いかんね。あっちには行けない。ここは完全にこれで終わりか。いや、でもリモコン爆弾マジさ、切り札だからね、1個しかないからね。え？こいつこんなところにいたんだ。でもさ、これにさ、拳銃使うのもったいないよね。なんか久々に見たな、こいつ。なんでまた。なんかちょい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 音がするんだよね。クロスレンチ？どこだ？ここは？え？え、なになになに、どうなったのこれ。え、なになに、何の音。ちょ、マジでよくわかんねえんだけど。あ、この扉こうやって開けたのかよ。両扉になってるってことね。え、あれ、これはまだ使えそうね。まだ使えるんだ、切り替え。なにこれ、見んの。いきなりうわーとか出てきたら嫌だな。カメラ3、カメラ4、カメラ5。これイーサンなの？よくわかるな、全然わかんなかったんだけど。わかった、一番下ね。 S2 か。うわっ、嘘つき、やめなさい、やめ。瞬間移動ずるいよ。何、汚染された？幻覚はたくさん。あの子はどこなの？あ、幻覚か。そういう症状が出始めてんのね。本当に？瞬間移動してきたんじゃないの？
一体どうやって行くんだそもそも。え？どこだ？こういうのは使えないよね、さすがに。なんで監視カメラだけ生きてたんだ。ここ電気ついてんじゃん。まあ、明るいからそうなんだけどさ、なんで電気が通ってんの？すげえ不思議なんだけど。電気、あ、これ？違う違う、これ全然あれだよ。え？何これ、これ怒っていいの？ちょ、怒ってみる。うおお、落ちたー。で、え、マジでわからん。ちょ待って、もう一回上に登ろうか。とりあえず戻れますと。なんかすげえ二度デモっぽくなってるけど。なんかあったっけ？このバルブハンドルで、バルブハンドル。全然違うし。ここでもないしね。待って。降りちゃった。ちょっと様子を見たいんだよ。どっからどう来たんだ？こう来て、で、そっか、ここはこれか。こういうことね。で、降りてきて、で、ここに来て、あ、そっか、ここに来て、で、ここにパソコンがあったわけか。一回下に降りんのか？やっぱり。クロスレンチ。いや、クロスレンチでさ、ここら辺こじ開けらんないの？これ、ガン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 ってやって。こっちも別にこじ開ける系じゃないよね。こことかは関係なさそうだし。え、ここをこじ開けんのかな？無理やり。どかせよって感じだけど、これ絶対さ、どかせられるでしょう。いや、無理かな。女の人には重すぎんのかな。ここは特に意味ないか。一回下に降りる。じゃあ一回下に降りて、あ、なんかあった。これ何？これか。これ何これ。あ、蓋ね、蓋。これか。全然分かんなかったわ。あー、いた。で、ちょ、下に行くか。あ、どうやって下に行くのこれ。よいしょ。で、なんかあるね。これ何。ルイスへ。ケーブルが完全に焼けちまってる。甲斐があったんだが、3回医務室の機械を直すときに使っちまった。ワデル先生に行って借りてこい。下の第二機関室から呼ばれているんだが、こいつが動かないとどうにもならん。ドウェイン。これは？これ何？そもそも何なの？ケーブルが抜けている。ああ。ヒューズが抜けている。ああ、ちょ、暗すぎてわかんないんだよね。今2階か。で、食堂ティールーム談話室。ああ、なるほど、なるほど。エレベーターを修理する。ヒューズを探す。3階医務室で電力ケーブルを見つける。めっちゃいっぱいあんな、ちょっとやることが。で、で、出たよ。どこへ行けばいいんだ。とりあえず仮眠室あたりに行ってみる。いや待て、ゲストルーム。あ、ゲストルームってさ、もしかしてさ、あれじゃん、最初ビデオテープがスタートしたとこじゃん。いるね。ちょっと待って、早急に片付ける。逃げる。さよなら。閉める、閉める。あれ、閉めらない。あ、閉まった。OK。ここは安息の地だね。よし。しかも、アイテムボックスがある。牽制のコイン。弾はどうしよっか。エブリンのさ、体操式とかいるのこれ。一応持っとくか。アイテムに余裕があるといえば余裕がある。精神刺激薬に、薬液、ガンパウダー、回復薬。
まあ一応ちょっと全部はね、持っときたいよね。ここでいっか、じゃあ。で、セーブがあって、ここは？あ、金属溶解なんちゃら。え、どこ溶かすんだっけ？わからん。わからんけど、とりあえず一回セーブをしましょう。はい、じゃあセーブが終わったので、また先へ進んでいきましょう。ここら辺は特にもう、あ、あるね。ハンドガンの弾。これは？あー、これはあれか。最初のやつと同じか。弾はでもそこそこあるね。あいつをどうすっかな。いるよね。ちょっと、なんでいなくなってんの？ちょっと待って待って待って、おかしくね？え？さっきあそこ突っ立ってたよね、ここに。なんでいなくなってんだよ。箱があるけどな、ちょっと怖いな。ちょっと待って、他。あ、なんかある。サバイバルナイフ、よし。ちょ、なんでナイフを装備してんの？拳銃にしようよ。で、え、なんか怖い怖い。仮眠室に行きたいな、仮眠室に。待って待って待って、今なんか落として、絶対いる、絶対いる。どこだ？いるな。ちょっと待って。ほら、よし。よし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 。ノーダメージ。あと2体くらいは対処できるか、拳銃で。さすがにリモコン爆弾は使いたくなかったからな。ここでは使えないって。これ何、妖怪液？使っちゃう？おー、いいね。ちょっと待ってね。クリアリングをしなくては。で、閉めよう。え、さっき倒したやつさ、いなくなったって言ってたやつかな。あ、リモコン爆弾。よし、リモコン爆弾はね、マジ心強い。あとここ開けてこう。ここには何もなし。あれ、リモコン爆弾っぽくない？全然違った。薬液強だし。すぐリモコン爆弾に反応する。あ、これリモコン爆弾だよ。これリモコン爆弾。よし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 。これ何？あ、船長室のロッカーの鍵。やった。サブマシンガン取りに行きたいけどな。あれ、てか戻れる？開けちゃってさ、飛び降りたけど。こっち側には行けないのか。逆側には。向こうから入んないとダメか。追いかけて。まあ、多少の敵だったら。うわぁ！ちょ、待って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 。ちょ、待って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 。これは、やっぱり、ハンドガンで処理しよう。うわ、めちゃくちゃ使ってる。ちょ、待ってね。逃げよう。距離を取る。集中して、こうやってさ、このうねうねうね、集中してやってる。OK。いやー、なんだかんだで弾が減ってきたな。やっぱり、マシンガン欲しい。一応閉めよう。電子レンジ。薬液。なんでさ、このさ、電子レンジの中に薬液入ってんの？薬液をどうしようとしたの、こいつは。薬液って何？レンジでチンして使うもんなの？これ何？雑誌だね。特集。ラクーンの悪夢から16年。今も続く生還者の苦悩。そうか、ラクーンシティの悪夢から16年経ってるんだ。一応、バイオハザードシリーズなんで、あの世界観は繋がってるみたいなんですよね。よし、ガンパウダーゲット。これは？下は特に何でもない。これは？特に何でもないか。まあ、こんなもんかな。ここは。ちょっと待ってね。まあ、閉めて、まあ、何をするかというと、リモコン爆弾を速攻に、セットしたいから、リモコン爆弾は下がいい。下にしよう。で、ナイフは左。で、銃が上。これだな。これで、サクッと切り替えられるように。よし。で、また先へ進んでいくけど、ここ、開いてるね。特に何もない。ん？音がした？いるか？これ開かないんだっけ？あれ開いた。あれ開いたよ、ここ。え、マジで？開かなくなかった？ちょ、一回閉めよう。上行けるね。
ちょ、上行ってみる。ちょ、上向いていこう。くら。あ、電気をつけた。この電気をつける、あ、ここにもいるね。電気をつける系が嫌なんだよな。医務室につながってるシャフト、コントロールルーム、シャワールーム、警備室。とりあえずこいつ突き刺しとく。怒っちゃったよもう。何なの。拳銃で倒さないとダメ。こんなやつのためにさ、弾1個使いたくないんだけどな本当は。あ、リモコン爆弾やった。すっげえいっぱいあるよリモコン爆弾。これは開けよう。これだいたいキーピック入ってんだよね。ほら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 、よし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 。あれってこれ、これだけ。あ、これだけか。あ、これ絶対ナイフ届かないわ。これここはアイテム庫的な感じだね。オッケー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 。リモコン爆弾手に入ってるのはでかい。あいつはちょっと仕方しよう。さて、じゃあここはこれで終わりで、食堂に行ってみる。これは最初のあれか。うん、待って、音がする。いたか。どうする、リモコン爆弾を設置するか。ほい、はい、起爆。すげえ音してるよねこれ。大丈夫なの。こんな音させて。よーし、リモコン爆弾ほんと強い。で、どうしようかな。ここら辺をまずちょっと探索して、え、これ開いてる。なんで開いてんの、閉めようぜ。こういうところとかは特に開けられないか。ここちょっと開けよう。うわー、これそういえばさ、すげえ出てきそうなんだけど大丈夫。これ取ろう、マシンガン。これは何も入ってない。あと上とかも特になし。うわー、ここすげえな本当に。こういうところはなしか。ここはこれで終わりかな。一応こっちに行きますか。ここら辺の戸棚とかは特にないんだっけ。上行けんのこれ。登れないか。封鎖されてるね。うん、なかった今。これ何、音感パウンダー。よし、じゃあ暗すぎだなこれ。何、ああ、クローゼット的なものか。ここ開く、いや開くわー。談話室。うん、何これ。一応閉めとこう。これ何は。何、回ったんだけど。何これ、これ何これ。ハーブがあるよ、ハーブ。ハーブの絵があるよ。ちょっと待って、これ何、このままでは開かない。はいはいはい。あ、これは、あ、この通りにしろってこと。まずハーブを取ろう。ちょっと待って、アイテム大丈夫、全然ダメだよねこれ。薬液が多いな。回復薬1個作っとくか。合成よし。で、これは木か。木が上を向いてるんだね。はい、これでしょ。で、上が青、下が赤。上が青、下が赤。はい。え、ちょっと待って。びっくりした。なんかもう、これか。あれ、適当に回してたら大丈夫だったのか。じゃあ、これ開けて。あー。金属溶解器をいっぱい手に入れた。え、で、どこ開けられるんだっけ、そもそも。この赤いやつとかって開けられるのか。ティールームから食堂へ出て、ちょっと一回アイテム整理しに、あれかな、こういうの取ったからな。ちょっと怖いけど。いやー、電気ついててよかった。
あとこっちへ行くときに何か出てくるからな。最悪リモコン爆弾で排除するしかないから。何？何でもない。行ける？鍵を外した。行けそうだな。ちょっと待って。あ、そうだそうだそうだ、これだ。箱があって、これ壊そう。あったあったあった、リモコン爆弾。マジすげえわ、リモコン爆弾。5個。超頼もしい。超頼もしいけど、ちょっと一回セーブしよう。はい、というところで、じゃあ、船内の探索をやっているところですけれども、今回はこれで終了して、次回また続きをやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。